皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。キズナあかりです。春の空です。前回は地下鉄と路面電車の建設しましたね。では今回はこんな感じに進めていきます。春の本線の全線電化がついに来たね。確か春野から鶴巻までの間が非電化でしたね。そのせいで急行列車がディーゼル機関車で運行していましたしね。唯一の非電化区間であった春野から鶴巻の間を電化します。なんで長い間電化しなかったでしょうか。春野から鶴巻までの距離が長くコストが高いことがあって挫折しました。電化費用より列車の購入費用の方が高くつきますからね。春の本線はついに電化しました。ついに全線電化しましたね。列車の購入費用は500万ルーブル以上かかりました。それで多く借金していましたからね。費用を抑えるために普通列車の一部編成を電車にしました。石油火力発電所が完成しました。ここで生産された電力は春野と鶴巻に供給します。バージョン0889のアップデートで鉄道の終着駅が追加しました。バスの操車場の鉄道版だね。見た目が車庫みたいですね。一応車庫に見えますが留め置き線な扱いです。鶴巻から笹浦に結ぶ特別列車の運行が開始しました。白い客車でかっこいいね。鶴巻の大学に通う学生が多く乗っています。笹浦に大学がないから列車で鶴巻に通学しなければなりません。鶴巻の大学は他教員の笹浦から通学しているので需要が高いです。大学が2つあるけど多くの学生が通うから定員を超えてるね。増やしたいですがスペースがないんです。ゲリ建設事務所が完成しました。200万ルーブルを借りてヘリを8機購入します。8機のヘリが一斉に羽ばたきます。おお、一気に飛んだね。一気に飛んでいく姿がかっこいいですね。ヘリが到着し、積み込みが始まりました。多くのヘリが建設事務所に向かっています。ヘリが多くなったから建設が進むようになるね。鶴巻港から工科大学に結ぶ路面電車を開通しました。東鶴巻から南鶴巻の路線は1号線、鶴巻港から鶴巻工科大学の路線は2号線にしました。大学へのアクセスが良くなったね。これで東西へのアクセスが向上しました。2号線の車両は105mm。
造船所が完成しました。船を自国生産できるようになったね。ではライセンスを取得します。取得しないと製造ができませんからね。取得した設計図を選択し、製造を指示します。資源と労働者が揃ったら製造を開始します。貨物船の製造が始まりました。今回はタンカーを製造します。鶴巻から笹浦に結ぶ高速船の運行が開始しました。最高速度が24ノットだから一番速い船だね。鶴巻港に到着し、乗客はバスや路面電車に乗り換えます。多くの乗客が移動してるね。労働者は造船所に移動しているので稼働率が上昇します。資金が増えたので200万ルーブルを返済します。なんかまた増えてない？春の本船の電荷で400万ルーブルを借り入れました。電荷より車両の購入費用が高かったです。電気機関車と客車の購入費用がすごく高いですね。旅客船しか電化してなかったから貨物船を電化したいね。貨物船は旅客船より長いので、少しずつ電化していきたいです。次は新産業を始めたいと思います。内容はこちらです。ついに航空機を国産化するね。今回は、ボーキサイト鉱山とアルミナ工場を建設します。ボーキサイトはこのように埋蔵されています。春の南部の海中と笹浦北部の山にも埋蔵されているね。今回は元町から北西に離れた山間部を採掘します。まずは山台を整地します。長いので3倍速でお送りします。整地したら、ボーキサイト鉱山と処理プラントを設置します。山沿いにボーキサイトが埋まっているね。ボーキサイト鉱山はショベルカーを配置できるので、部人でも動かせます。次はアルミナ工場を設置します。石炭も埋蔵されていたので、炭鉱を建設します。ボーキサイトだけではなくて、石炭も埋まっていたね。アルミナの製造に石炭も必要なので高立地ですね。化学薬品は音町から輸送します。平地に都市を建設します。タンカーが完成しました。ついに完成したね。
国産のタンカーが輸出されるようになりました。造船所で製造されたタンカーは国外に輸出します。一隻で49万ルーブルで売れるね。高速道路が開通しました。今日は国初の高速道路が開通しましたね。春野から花京院に結び、鶴巻や音町へのアクセスが良くなりました。高速バスを走らせたいね。では、高速道路を走らせてみましょう。長距離で移動するときには便利になるね。渋滞を心配せずに長距離に移動できるようになりました。地下鉄のトンネルが青海駅まで掘り進みました。もうすぐで開通するね。終点までもう少しになりましたね。農地を拡張します。農場と流通事務所は来年の春に向けて建設しています。農地が大きくなったね。農作物の消費が大きくなったので生産量を増やしたいです。食品工場3個あるのに対して土地区場が1個しかないので追加したいです。貨物船を大部分を電化しました。電化が進んだからディーゼル機関車がだいぶ減ってきたわ。では前回の米返しをします。たくさんのコメントありがとうございます。あとニコニコ王国もありがとうございます。のんびりしゃべりのゆかりさん好き。特に調節をしていないのでこんな感じですね。この曲苦手。建設中のテーマは踊るカスカベツムギの曲を使っているので、この曲はテンポが良すぎるので体が勝手に動いてしまいますよ。今回の米返しは以上です。今回のご視聴ありがとうございました。